マーガリンは、あと二人か。ささっと終わらせちゃいましょ。僕たちの世界じゃ、ノルマを消化すれば、それで仕事は終わりなんだ。優秀で、真面目に仕事をささっとこなす。こういうビジネスマンが評価されて叱るべき。当然のことのように思えるけど、人間の世界ではそうじゃないみたいだね。せっかく一生懸命やって、早めに仕事を終わらせても、次から次へと仕事を押し付けられるし、大してやることもないのに、残業してかないと、空気が読めない。とかいうくだらない理由で評価が落ちる。それじゃあ真面目に働くのも、バカバカしくなるよね。優秀で真面目な人間より、ずる賢い怠け者が得をするんだもん。ご愁傷様。なんだかさ、人間の、脳みそを食べるたびに、人間たちの不幸さが伝わってきて、なんだか悲しくなるよ。こいつら本当に、生きてて楽しいのか？まあ、そんなこと言っても、私にできるのは、なるべく早く楽にしてあげる、ことしかないんだけど。安楽死なら任せてくれ。ここがのやめだろん。あー僕ちゃんもう切れたもんね。切れましたか？あー切れましたよ。切れてますよ。俺切れさせたら大したもんですよ。俺切れさせてからじゃないか。本当の勝負は、俺切れさせたら相手は歩いて帰れませんよ。もうこそこそすんのは終わりだこら。おいこら、俺はお前らのかませ犬じゃないぞ。今度は俺がお前のお前の前のお前のお前の前だ。でもいい？もうそれ、よくわかんなかった。むむ、こいつはガードが硬いな。一旦撤退だ。二人でくっつかれると厄介だ。お前らくっつくな。離れろ、流行らせこら。お前こうか。あ、すまん、オスとメスのペアだったわ。お前のんけか。思いのほか手こずったが、これで今日のお仕事は終わりだ。そもそも時間に縛られる必要なんてないんだよな。ノルマ終われば午前中で帰っていいし、早めに片付けたけ残業すればいい。それが理想なんだけど、世間様、ってやつが許さんよな。てかこいつ自爆してんじゃん。煮干しみたいになってるぞ。なんてこと？なんで自殺なんかするんだよ。自殺は心が弱いやつのすることだ。家族や他人の迷惑を、考えろ。止まない雨はない。生きてれば必ずいいことがある。なんて薄っぺらいセリフ吐くやつはすぐ自殺しろ。タコが。Are you done yet? You don't think I'm going as fast as I can? I'm gonna be out of here before the power goes again. Those things come back. You didn't see what those things did to poor Hannigan. Tore him the fuck up. That's enough. I don't need to hear about it.How much longer? I'll be two more minutes, max, okay? That wasn't one of us. よしよし、宿主に最適な物件が二つもおるわい。頭がハゲてるのが気になるけどまあいいか。僕らもともと、髪の毛なんてものはないからな。でもちょっと気になることがあるんだよね。人間の中にたまにさ、偽物の髪の毛を乗っけてる奴らがいるのよ。あれなんだ？なんか意味があるのか？ほんと人間っておかしな生き物だよ。それじゃ次は、動力制御室のお掃除をしましょうかね。おつぼね様は、あったかい場所じゃないと機嫌が悪くなるんだよ。動力を、切られたら困る。This is Ops. Easy does it. See no more readings in your area. Stay frosty.
ここも結構いるなぁ。まずは高台のやつをほふりたいな。なんと勘のいいやつなんだ。勘のいいガキは嫌いだよ。まあいいや、先にあっちのやつを掘ってしまおう。よし、次はあの勘のいいやつをやるぜ。さっきの機械値をたっぷりとさせてもらおうじゃないか。じゃあ今までの機械値をたっぷりとさせてもらおうじゃないか。行く。いいですか。練習後だから美味しいだわ。よし、最高っす。なんだみんなだらしねえな。根性、デモンがないのか。みんなたるんでる。根性はない。まあもっとも、根性論ってやつは大嫌いだけどね。いや、なんの意味もないよね。ポコさん、よし、じゃあぶち込んでやるぜ。そんな声上げないでくださいよ。もっともっと嬉しくて楽しくて快感にしてるような声で。気持ちよかったんだね。開けごまくあがらしのごまちゃん。あ、そういえば僕たちでの毛布って、一説によると、スペースジョッキーって呼ばれる文明人が作り出した生物兵器って言われてるらしいね。それが本当だとしたら、そのスペースジョッキー、ご連中も相当なおバカだね。僕たち反骨精神の塊ですよ。そう簡単に言うこと聞くわけないじゃん。そして、さらに間抜けなのがこいつら人間ですよ。どうやらこいつらは、僕らをコントロールして利用するために、研究してたらしいのよ。そんなの無理に決まってんじゃん、わらわら。お前らよりはるかに優れた種族ができなかったことを、なんでこいつらはできると思い込んだのかねえ。結果は見ての通りです。身の程を知りなさい。おめでたい奴らだ。結論から言うと、僕たちを服従させることなんて無理ですね。基本的に、僕たちには欲、とか、恐怖、不安、といった類の感情はない。その感情に振り回される必要がないから、圧倒的権力を持つ者に服従する理由もない。生きるために日々動き、戦い続けるだけである。どう？シンプルでしょ？それ以上何がいるんだい？ちなみに、僕を操ってる人は、とてもいじった内欲の塊のくせに、何一つ手に入れられないので、日々も大苦しみあがきながら生きております。哀れです。大きなお世話だよ、バカ野郎。何も考えずにすぐ降りたら、あのセントリーにやられるとこだったよ。ハークワバラクワバラ。さっきあれにやられる夢を見たような気がするもんな。気をつけないとビフないと。I've got unexplained readings. Stay alert.君を重労働から解放してあげようじゃないか。ゆっくり休みなさい。大手はふさふさだといいね。大山立つ。よし、このトンネルの掃除をして、今日は終わりだな。さっさと終わらせて、あったかい我が家で寝よう。よっしゃ、早く終わらせて、カイと何でもするか。あ、そうだ、僕ら性欲、デモンがないんだった。と思ったんだけど、ある日突然、人間のオスかメス、どちらかが一匹残らずいなくなったとしたら、どうなるんだろう？普通に考えれば、人間種は絶滅するはず、なんだけど、
生物の環境適応による進化って恐ろしいからな。もしかして男性が妊娠できたり、タナリが生まれたりするかもしんない。僕らみたいに卵産んだりするかもしれないな。一応明かりを消しとくか。ふふ、どうだ？これで見えます。ピカタ、これじゃ暗くした意味ないじゃん。Sounded like it came from here. いただきます。お肉のミンチからじゅわっと脂が出てきて、そこにチーズがかかっとってね、最高です。そしてるやつはあいつが最後か。さすがにマーガリンとかいう連中の数も減ってきちゃったな。僕らが乱獲しすぎたせいで、もうちょっと遠慮しながら狩るべきだったかな。あいつら邪魔だけど、いなくなったらなったで寂しいもんな。今だ！しまった、カウンター食らってしもうたがな。しかも、ショットガン持ちか。一時撤退だ。限界ですよ、本当に痛いんで、もう無理です。今日のお仕事はこれにて終了。リュウさんドバドバ出ちゃったんで、さすがに疲れちゃいました。先輩、何してんすか？何してんすか？では、さよ、おなら。くっせ。そんじゃ、今日は地上の全焼基地を潰して、ついでに通信設備も潰します。でもちょっと気になることがあってですね。どうも、人間以外にも、他の生命体がこの星に降りてきてるらしくって、人間とゼノモーフを、飼って楽しんでるみたいなのよ。奴らは人間とは比べ物にならないくらい強いから、できればことを構えたくないんだけど、どうやらそうもいかないみたい。やらなきゃ終わらないらしいな。Don't watch just yet. Shut up! Where the fuck is? おいでよ、ポップコーンパーティー。僕人間大好き、じゃれつくにゃーん。あにゃにゃーん。セントリーガンの対処法が、わかりました。一つは、後ろを通る。そしてもう一つは、素早く駆け抜ける。どう？頭いいでしょ？あれが通信塔か。でも、奴らもあれが狙われる。ってことは予想してるはず。油断はできんな守備を固めてるかもしれない。とことん喜ばせてやるからな。さあ、次は君の番だよ。おとなしく開けなさい。
黒瀬の山ピの宅急便ですよ。ハンコお願いします。早く開けろー。